5分ぐらい経ったら来たんですね。来ましたよ、何者かが。何者かが来た、こんなところに。ズン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 。5分ぐらいのそのそと来ましたよ。来ましたね。暗いところ。うん。そしたら、目の前に、僕たちの目の前に現れてたのは、はい、です。来たんだ、お布団のところで。来ました。はい。そしたら無言で、無言で、両手を、はい。両手を、はい、両手を。大の字に、両手を。それはほら、同じ一家同士で、はい、やってる彫り師だから、はい、60% カットで 40%、はい、だからその本当は1万円ぐらいだったら4000円で安割り なんかそのさ、スーパーのセールみたいなさ、面白いね、高千代のその発想が俺面白くて笑えるんだけど、スーパーのセールみたいな、その60% 引きとかあるんだ、割引格安とかさ、はい、なんかさ入れずに格安半額セールみたいなさあるんだ、ウケるよね、ウケますね、その当時あったの、はい、はい、あれは許せなくて、はい、出所してから、パクられないように何か復讐をしようと思って復讐とか言って受けるんだけね、煙出てて、山根さんと玉手箱すごいすごい、でも本当面白いねこれ、珍しいね、うん、いや一気に若返りならいいけど、一気に年取ったらでも煙が出ましたみたいな、ね、ちょっとね、2回目で会う、ね、会ってね、こんなこと聞くのな、急に聞くのなんなんですけど、うん、実は、なんか、山根さんのような不良が、ジャニーズに入ろうと企んでいたっていう話を聞いたんですけど、なるほど、なるほど、はいはい、そっちの本日は、なんていうのかな、華やかな世界なお話ですよね。本当に華やかですか、最近ちょっといろいろあそこのね、あったじゃないですか、いろいろだからちょっとその真相をね、ちょっとツッコミ入れてみたいかな。